茨城県道153号、水沼磯原線北茨城市河川町下園の水沼ダム付近茨城県道153号、水沼磯原線は、茨城県北茨城市内の一般県道である。北茨城市河川町下園の水沼地区と、同志河川町小津畑の茨城県道15日立岩城線交点を経て、道志磯原町。 豊田の茨城県道22号北茨城大井湖線、北茨城 IC 南交差点に接続する路線。北茨城市河川町花園から磯原町への最短ルートで、経路の途中沿線に水沼ダムがある。河川小学校西交差点北茨城 IC 南交差点の区間は、主要地方道日立岩木線の一部及び、主要地方道北茨城インター線の前線と、 商用する。このため、単独区間は、水沼ダム沿いの山間部の区間になる。1959年10月14日、新たな県道として、北茨城市花園町あざ、水沼を起点とし、北茨城市磯原町を終点とする区間を、本路線とする県道、水沼磯原線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号153となり、現在に至る。水沼ダムのある3キロメートルの区間は、連続雨量200ミリになると通行止め規制となる。道路幅は1.5から2車線ほどあり、北側に並行する福島県道、茨城県道27号花は大津高線と、比較して起伏が少なく道路幅も広い。福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。県道北茨城大井湖線との徴用区間を短縮するための区域変更。AAB1994 年に路線認定された茨城県道69号、北茨城インター線と重複する区間。ありがとうございます。